こんにちは皆さん、こんばんはかな今、今から、外に行って台湾の日本料理屋さんに行ってみたいと思います。台湾にすごい日本の料理屋さんって多くて、その中でも僕の今いる大学の政治大学っていうところなんですけど、そこの近くにある、楽山食堂ってところ、ラーサンスータンっていうところがすごい美味しくて、そこの鶏肉今言ったらあるか分かんないんですけどがすごい好きなので、そこを紹介したいなと思います。では行きたいと思います。ここです。寒いな。これですね、僕が好きなこれです。Wi-Fi。めっちゃジューシーで美味しいですよね。タルタルソースをつけていただきます。本当美味しい。サラダも美味しいし、美味しかった。